それじゃあまずはお母さんのお膝に頭乗せてゴロンしましょうね。ゴロン。上手にお母さんのお膝にゴロンできましたね。いい子いい子です。かわいい。最初は綿棒を使ってお耳きれいにしていくのだわ。綿棒といってもふわふわの赤ちゃん用の絶対お耳傷つけない綿棒。君のお耳を優しく甘やかしてくれる赤ちゃん綿棒さんですよ。はい、早速入れていきます。どうですか？赤ちゃん綿棒、気持ちいい？そっかそっか。お母さんにしてほしいことあったら、なんでも言うんですよ。耳かきじゃ取れない細かい耳垢をふわふわに絡めてきれいにしていくのだわ。あ、そうだ。お母さんの太もも、寝心地はどう？もう3年ぐらいバレーボールしてるから、ちょっと固め。まさか。こんなところで筋肉に裏切られるとは。
壊れ、ごしょごしょして落ち、かわいいお耳さんは、どこですか？ここかな？ここ？こしょ。私ってさ、子煩悩だから、こう、甘やかしすぎちゃってね。もうそんなに子供じゃないって、よく怒られるんです。お母さんから見たら、何歳になっても、可愛い赤ちゃんなのに。気持ちよさそうになってきましたね。かわいい。男の子って娘とはまた違ったかわいさがあるのだわ。知ってる？息子ってお母さんにとってで、かわいい彼氏みたいなものなんだって。なんかそれ、少しドキドキしちゃいますね。口のとこをふわふわ交互に優しくふわふわ、
耳の裏もカシャカシャしたら、くすぐったいですか？じゃあもっとやっちゃおう。カシャ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 。かわいい。そろそろ耳かきしよっか。赤ちゃん綿棒の優しい刺激だと物足りなくなっちゃうのだわ。はーい、お母さんに耳かきさせてください。力抜いて。うん。いい子。じゃあ、耳かき入れますよ。小さい頃とお耳の弱いとこ変わってないんですね。あのね、昔もここをツーってなぞるとザクザクザクって震えちゃって、かわいいんだ。お耳の浅いところから最初は重点的にだ。お母さん、耳かきは得意なんですよ。まだ若い子たちには負けないもん。そこはママもまだ若いよって言ってくれるとこですよ。Thank you.
お耳ってさ、すっごーく敏感で弱いとこですから、耳かきさせてくれるってそれだけ信頼関係があるって感じがして、私好きなのだわ。ますよ。気持ちいいとこいっぱいある。お耳よく危ないから、急に動いたりしちゃダメだよ。気持ちいい顔しちゃって、言うお口とろーんで、お母さんの耳かき、そんなシュキシュキちゃんなんですか。かわいい。
顔してますね。そんなお顔、月光ちゃんとか陽光ちゃんに見せてるの？ああ、いけないんだ。君だけの秘密です。ここ ごしょごしょしてあげるから気持ちよくなる準備してね。はい、これでこっち
私のお耳はおしまいです。どうかな、お母さんにお耳見せて。大丈夫ですよ。だってまだ反対側のお耳もしないとだもの。はーい、お母さんにそっちのお耳も見せてください。